皆さんこんにちは、ペソでございます。猫姉妹が統一をする三国志3ですね。83回目かな、間違ってたごめんなさい。ちょっとねカウントしてないんで6、7、8、9、10、そうやね、多分合ってると思います。で、移動で18国に応援行こうか。誰で行くで大神団と関内さん残していけばいけるか。魅力は大神団の方が高いね。3体か。じゃあこれでいいや。7万くらい持っていきましょう。はい。あそこ文化にしたからね。はい、オートさんも100円あった。で、義援さんにちょっと物資運ばせましょう。闘竜様を置くとこ、セコ要因やね。まあ結構無茶してるからね。再編成をかけようか。まあ招待さんは除くとして、
さんの属4部隊で、行っちゃいましょう。で、行からも応援。Thank you.
ああ、どうしようかな。突っ込んじゃおうか。で、真横につければ OK。よしよし。あ、失敗してる。交代しましょう。一つ舞台が少なくなってるんでしThank you.
しばろさんちょっと置くとこ、あそこ確か軍師いなかったよね。でここはね、馬隊さんにも任せましょうか。
さあ、ここの兵力も分散していかないかんので、多分ね、この方が少なくなるんで、光線さんと龍順さんを除いて、東側に持っていきましょう。ああ時間が、ちょっと本国まで行けるかな、引っ張れるかな。そこだけですね。ああそっかそっか、ちょちょさん、来たばっかの人とあれがいるから、よし、平原で終わりやね。はい、ではちょっと戦闘の続きになっちゃいましたけどね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。